ジェローム・カーデル・ホワイトは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、シャーリー出身の元プロ野球選手、コーチ。モントリオール・エクスポズ時代の1979年は、ウォーレン・クロマティの控えであった。ドジャースとの1981年のリーグ、優勝決定シリーズでは、全試合に先発出場し、10月16日の第3戦では、ジェリー・ロイスから、 決勝本塁打を放つなど活躍したが、決着した同19日の第5戦では最後の打者となり、チームは敗退。両膝を痛めて自由契約になったところをアリゾナでキャンプを張っていた西武ライオンズに代理人を通じて売り込みがあり、走れて守れる外国人で性格が真面目な点を、広岡達郎監督に気に入られ、テスト生として参加。 1984年にテリー・ウィットフィールドの後釜として入団し、本来なら登録名はホワイトになるはずであったが、西部の優勝に貢献した、テリーもスティーブ・オン・ティベロスもファーストネームで登録して、日本で成功した先例に習い、ゼロームにしようとしたが、本人が愛称のジェリーを選んだ。開幕後しばらくは、打撃フォームがバラバラであったが、4月27日の、 阪急戦の際に、特打ちを行い、フォームを強制。体重移動がうまくできるようになると、5試合で21、打数10安打4本塁打9打点と海岸。5月2日の日本ハム戦では5点差を追う7回に、満塁で打席に入り、川原昌司の渾身のストレートを完璧に、弾き返して、来日初の満塁本塁打を放った。9回裏の西塁でものカーブを捉え、 逆転サヨナラ2台本塁打を放った。完全な負け試合を勝ち、再開転落の危機を救ったジェリーを、セーブナインは手荒く迎えたが、この試合もも打数4安打に本塁打6打点と、大活躍。満塁本塁打とサヨナラ本塁打の2本を1試合で打った選手は、1968年の野村、活躍以来、プロ野球史上16年ぶり3人目の快挙であった。 チームサイトの27本塁打を記録するなど、長打力は発揮するものの、243と低打率にあえぐ。この年は3連覇を逃したこともあり、1985年は、投手補強を一番の方針に掲げた。台湾から各大限の獲得が決まったため、オフに自由契約となる。そこへ、横浜太陽ホエールズからトレードの話が舞い込み、1985年に、 金銭で移籍。6月20日の巨人戦で、牧原博美から、サヨナラ本塁打を放つなど前半戦は活躍したが、8月になって、球団の若返り方針から対談が決まる。対応では、打率は多少上がったが、肝心の一発が激減した。帰国後は1986年に、セントルイスカージナルスで1年だけプレーし、同年に現役を引退。引退後は、 デトロイトタイガース、ミネソタツインズで一塁コーチを歴任。来日中は、遠征先でもたのナインと同じ和食の食事をとり、納豆が大好物であった。畳部屋にも寝るなど、性格的には何も問題のない選手であったが、夏バテという体力的な問題があったのが、致命傷であった。日本のポップスが好きで、ウォークマンで、松藤やユミの曲を聴くのがリラックス法の一つという。 ユニークさもある選手であった。ありがとうございます。